はい、じゃあやっていきましょう。ございます、こんにちは、こんばんは、インコと申します。引き続き、シマイグサ箱なしの洞窟編、やっていきます。前回全然進まなかったんで、今回からしっかりやっていこうかなと思います。参加者に迷惑かけなきゃいいけど、なんか中途半端に進めたもんなんかあれなんだよね。幸いこの村には、ネタ集めに優しい場所があるしね。ああそう、この村の近くは、樹海になっていて、村に座る怪談話のほとんどが、この村に関するものだった。そうですね、だからまあ前回の内容からパパッと説明すると、村内家でいいのかな、葉月家か、葉月家かな。だから引っ越ししてきましたと、戻ってきましたと、1年ぶりに村にっていうところですね。から、戻ってきましたというか、まあ久しぶりに1年ぶりに戻ってきました。で、友達に1年ぶりに友達に会いました。さあこっからどうしよう。友達がなんか探検行きたいなっていうから一緒に行くっていう流れのところから、再会ですね。あ、このさらにその村の中に絶対入る。この近くは樹海になっていて、村に伝わる怪談話のほとんどがこの森に関するものだった。さらに森の中には絶対に入るなと言われている洞窟があるらしい。私はこの村に生まれではないので噂程度しか聞いたことがなかった。酒飲みて、そんな気持ちの悪い気味の悪い森には当然入ったこともないし、特別近寄ろうとも思わなかった。それに何より村の決まりで子供だけで村に森に入ることは禁止されていた。どう、せっかくの夏休みだし、森の中涼しいし、どうせ親戚の集まりに顔を出すだけで暇だし。大事だと思うよ。銀子ちゃん大きくなったねーみたいな、大事だと思うよ。なんだろう、自分の昔の友達と会う以上に、会う以上にだねーや、なんだろう、大人の人たちは可愛がってくれるから会うとね、いいよ。いろいろと便利だからいいと思うよ。便利じゃねーや、会うだけで、そういうお金くれたりとか、汚い話ね。お年玉ね、進学おめでとうね、みたいな感じで、お小遣いくれる人、おじちゃんとかいるから、正直ね、会うのがね、悪いことじゃないと思うよ。媚びを売る？媚びを売るっていうのはね、正直ね、大事だと思うよ。子供は媚びを売って、大人は、その、売った媚びをしっかり受け止めて撫でてくれるから、すごいいいなって思うよ、この関係。だから親戚の集まり、久しぶりに会うような人だってすごい、優しくしてくれるから、会うと会うとでね、意外といい感じになるよ。ごめんね、今頃ちょっと体にね、ちょっと傷が痛いんで、傷がてか、まあ神経が痛いんで、いろいろとやってるんですけど、ごめんね。なんで動画の最中にしてるっていう、もうトイレしただけで、インターバルの、もうさっきまでの動画のインターバルって1分もないからね。なあ、昔の動画はこんな感じのインターバルだったし、インターバルなんて合ってないようなもんだったし、昔から。もっと言うと、一気に2時間ぐらい動画を撮って、まあパートごとに分けるみたいな手法もあるけど、編集でね。正直そういうのはあんまし僕が得意じゃない。まあそんなに編集したくないっていうのが本音なんだけど、そういう感じだから、いいかなっていう。やばい、シップが折れ曲がった。見えない。まあいいや。どう？せっかくの夏休みだし、俺の数。ああ、これいいや。そうだね、行ってみてもいいかも。あ、やったね、いいネタ見つかるといいな、見つかるといいなか。
でもバレたら絶対怒られるよね。その辺はまあ大丈夫。他にも協力者いるしね。協力者？とりあえず教授に作戦立てて明日伝えるよ。そうか、わかった。オッケー、それじゃあまた明日。そう言うと背中を向けて行ってしまった。あれ、それだけ？いい、寄ってかないの？作戦練るから無理。用もいるよ。明日会えるからいい。あ、もう、行く前提問題なんね。相変わらずだな。そんなこんなで森へ行くことになってしまった。唐突すぎるけどどうせすることもないので夏休み思い出作りにはちょうどいいかもしれない。正直この実況は何だろう、僕のこれまでとこれからのことを話すために撮る動画なんで、なんか話し終わったら正直どうでもよくなるんで続けるかどうかもわからないです。あと何だろう、基本カットしないスタンスなんで、僕が編集しないスタンスで行くんで、どこまで行けるかわかんないですね。みんなで行くのはちょっと面白そうだしだよね。よし、後でようにも話をしておこう。というのは僕が尻尾張る理由が鎮痛剤飲まないと僕激痛で動けなくなるんだよね。痛くて体中痛く、左肩痛いんだけど、左肩の痛みが目まで来て僕目開けられなくなるぐらい痛くなるんだよ最近。だから湿布貼って薬飲んでなんとか治そうみたいな感じでやってるんだけど、その薬が口内炎ができやすくなりますみたいな副作用でみたいな薬だから、最近口の中に口内炎できたんだけど、その歯磨きしてて口内炎が破れて思いっきり口の中血まみれになるっていう事件がちょっと起こったんだけど、今さっき、あー、しまった、洗濯も干してない。まあいいや、終わってからぞ。まあそんなんだから、まあ、体いたわってねみたいな。体もう22だけどおじいちゃんなんだよね体が。2013年って言ったら何年、どんぐらいだろう、中学校だよね。ん？待って。逆算しよう。2019年で俺大学4年だから。16に入学だから。だね、中学3年だ。3年だ。中学3年とかあれだ。なんだろう、高校受験の頃か。あれだ、俺先生から、あ、お前大丈夫だなって言われた頃だ。普通に地元で一番有名な進学校行こうとしてたんだけど、まあ、有名だしね、ちゃんとした進学校行こうとしてて、僕別に成績上問題なかったから、その頃は。お前大丈夫だな、お前は大丈夫だって。二者面談で、俺の二者面談って10分かかんない、2、3分。もう、あ、お前ここの高校か、大丈夫だな、オッケーオッケー、よしで終わったから。そんなに その高校受験までの面談みたいなのは特に考えてなかったんだよね。ここで落ちることはないと思ってたし、で高校入ってまあいろんなことがあって、でもあれだからね、そんなに前のパートとかで全然勉強はしてないよとか言ったけど、宿題だけはしっかり全部してたからね。ちゃんと全部して、ちゃんと出して、わかんないところは全部赤で書いてみたいな。まあ、わかんないことだらけだったから全部赤で書いてみたいな。だから、周りから、お前答え見たろみたいなこと言わせない。答え見たろ、うん、だから赤ペンで全部書きましたみたいな。そんな人だったからね。あとで用にも話しておこう。そう、自分より下の子らとかさ、もう大学の後輩ぐらいしか知らんねえ。高校にはたまに遊びに行くけど、そのぐらいだから、高校の先生と久しぶりに会って、お久しぶりですみたいな話するぐらいだから。久しぶりに高校行ったらね、トイレが綺麗になってた。すごいバリアフリーな高校になっててびっくりした。
せっかく外に出たのにすぐ家に戻るのもなんかもったいないので、散歩がてら森の入り口まで行ってみることにした。森へなんて行ったことがないから道なんてわからなかったけど、適当に森の見える方へ歩いていけばきっとたどり着けるはずだ。森の中なんて全部森のようなもんなんだけどね。それにしても村を歩いていても田んぼと上も家しか見当たらない。田んぼが7割、家が7割、なんだろう、地球みたいだね。水7の地上3みたいな。途中に公園が1軒だけあるけど、必要最低限の遊具しかないような小さな公園だった。数年前までは、築30年とか40年とかそんな感じの古さを漂わせる家ばっかりだったのだが、ここ2、3年で新築の家がちらほら見れるようになった。見ないね。でも久しぶりに実家帰って高校までの道の歩いてる最中に、なんかなんでか畑の、ど真ん中あたりにボクシング、トレーニングジムみたいな、ボクシングジムみたいなのが立ってて、びっくりしたよ。ここ何って聞いたら、ボクシングジムやっていう親から話聞いて、こんなところにみたいな話してた。なんでそんな畑のど真ん中にそんなもの建てるのみたいな、何もねえじゃんみたいな話です。正直なんだろう、こっちに福岡、福岡はその都会すぎず田舎すぎずみたいなところがあって、だからわりかし快適に生活できるんだよね。でその快適に生活できるから、鹿児島は僕はさらに田舎の方だった、田舎の田舎だったから、田舎の中の田舎で、鎖国にあったようなところだから、でも鹿児島出身の先輩と話した時にめっちゃ話し合って面白かったけどね。鎖国の中の鎖国だったから、田舎の中の田舎だったから、本当に外のことを知らないまんまで生活してきた人で、久しぶりに家帰ると、友達結婚してたり妊娠してたりみたいな話を聞いて、早いなと思ったり、すごい、今の結婚する人たちって結構何歳とかさなったりするけど、その前にもうすでに結婚して子供産んでってるのが いるし、最後何歳だろう、19とか、もうすでに多分子供いたんじゃないかなっていうぐらいの人らとかいるから、正直ね、早いなっていうイメージが強かった。そういうところもあるとは思うけど、正直僕的には早いなっていうね。結婚してない人が言う日が見ですよとは言ってもまだ3件なんだけど、いいじゃん、俺なんか 2,3 件経ってたかなぐらい。それでもずっと思ってだった変化の中、この村にとっては大きな変化だった。ちなみに私は1時間あればまた福岡に戻れる人間なんで、割と遊びに行く感覚で遊べますみたいな就職先なんで遊べます。はい、1時間ぐらいかな、1時間ぐらいで一応遊べるかな。もうそこから離れ、もう福岡から離れると田舎だからね、周り先輩の家とか話聞くんだけど、田舎で何もないって言われて、先輩周り何があります、田んぼって、遊ぶところはない、テレビは何チャンネルだと思う、福岡が 1,2,3,4,5,6,7,8 か、8ぐらいだっけ、7だっけ、鹿児島は確か6、7ぐらいだね。で、1個少ないはず。確か7チャンネルがないはず。あんのかな今。ないと思う。で、
6チャンネルって話聞いて、って話何チャンネルがないのか聞いてないけど、ちょっとびっくりだったね。まあいいや。田舎はね、でもね、本当に、なんだろう、久しぶりに実家帰って外出ると、まあなんだろう、お前絶対空飛ぶやみたいな羽のついたゴキブリがいて、超びっくりしたな。なんだろう、すごい、ポケモンに出てきそうな羽のゴキブリがいて、飛ぶじゃんみたいな。お前空を飛ぶで絶対飛んでいけるじゃんみたいな。みたいなのはいたんだけど、すごい怖かったね。とりあえず。超怖いから、もうなんか、ちょっと帰ると怖いんだよね、最近は。まあいいんだけど、どうせ、鹿児島駅行って、うちの親に車で送ってもらうぐらいの、まあ、ブルジョワな生活を送ってるわけだけど、そっから1時間ぐらいかな、かけて、またうちに帰るみたいな、感じだから、正直ね、田舎なんだな、みたいな。あ、一応、なんだけど、やりたいなと思ってるゲームが、まあ、シマイグサと、正直ね、これに関しては、最悪、途中で打ち切られても、凍結されちゃしちゃっても、まあ、いいかなぐらいの気持ちであって、もう一個ね、パソコン用に一個ゲーム買ってて、最近見たら楽天でダウンロードできるようになってたから、買えば。メールが来て、ここでダウンロードしてくださいね、みたいな感じでゲーム来て、のがあるんだけど、空の奇跡っていう、空の奇跡 FC か。SC はね、確か PSP で持ってて、ディスクがね、ディスク1かな ?1 か2があって、1にあって、ちょっとね、読み込みが悪いから、ディスクがね、ちょっと悪くなってるから、まあ、SC 買って、FC クリアしたと SC 買って、いいかなみたいな感じで考えてて。で、だから、空の奇跡もやりたいなみたいな気持ちなんだよね、最近は。PSP だから多分、本当にリメイクされる作品が出るとしたらプレフォーだけど、今プレフォー売っちゃってないから、空の奇跡 FC やりたいなとかいうのはあるんだよね。なこの動画を見てくる、もし見てくれる人がいて、空の奇跡 FC やってほしいなとかあったら、まあ、ちゃちゃっとやっちゃってもいいかなぐらいの。テストプレイで、動画撮れるように、いろいろと設定をして、ゲームコントローラーも、ロボットコント使う関係上、ゲームコントローラーもね、溜まっていくんですよ。まあ、いろんなコントローラー使って、これ使える、これ使えないみたいなのがあるから、それ買ったりして、いろいろ構築するんだけど、その関係でね、ゲームコントローラーもあるから、それで使えるようにして、いろいろと準備はできてるから、やってみたいな声があったら全然やれるんで、正直やってほしいみたいなのは言ってほしいなっていうのはありますね。まあいいや。で、この村の住人じゃない私が言うのもなんだけどね。いや、たまにしか来ないからその変化に気づけるっていうのもある。ほんとね、なんだろう、たまにしか帰らないから、たまに帰ると、というのも、一人暮らしだからお金かかるから、一人暮らししてると。実家に帰りたくて仕方がないんだよね。実家に帰るとお金使わないイコールお金が貯まる、イコールロボットに使うお金が増えるみたいな、ローケーションが出来上がっちゃってるから、まあ、スイッチのゲームをなんかしてほしいってなったら全然ね、やるんで、もう、話しくれたら嬉しいなぐらいの、このゲームとかおすすめですよ、やってほしいなみたいなのあったら、すごい嬉しいね。逆にスマブラおすすめだよ、やってほしいなってやったら、スマブラは持ってるんで、スマブラとマリカは持ってるんで、全然できます。というか、マリカに関しては、先輩の卒論をやるっていう名目で買ってもらったんで、先輩の卒論を代わりに僕去年やりましたからね。半分ぐらい。森だというしかしようがなかった。特別不気味でもなく、特別綺麗なわけでもない。
ごくごく普通の写真とかテレビとかで見たことあるような森、中に入れそうな入り口はなかった。草木をかき分けて無理やり入るんだろうが、だろうか、それとも別に入れる場所があるんだろうか。いや、こういう森ってね、入り口ねえから言っとくけど、森の中で私は半袖半ズボンで駆け回ってた人だから、帰ってくると血まみれになってる人だから足めっちゃ血まみれになって帰ってきたからね。で、なんかかゆいなーっつって、そんな人だったからね、小学校の頃とか。おばあさん、おや、こんにちは。見かけない顔だね。そうね、実家の方はもう本当に田舎だから、若い人そんな見ないかな。若い人いても、なんだろう、こういう出会いにはつながらないね。もうなんだろう、子持ちだったりするから、子持ちだったり彼氏持ちだったり、なんかそういうのが多いからしないね、発展は。なんかなったらなったで嬉しいなぐらいの気持ちだし、ならなかったらならなかったでそれはそれでいいかなみたいな、なんかそんな感じだし、個人的な意見なんだけど、私はなんだろう、近すぎず遠すぎず、ただただ面白ければいいっていう人間だから、なんかねっていう結果、それのせいで話もつながらないし恋愛もつながらないしっていうのでなるんだけどね。まあいいや。だから引っ越しの時とかね、どっかの知らないおばあちゃんが、おばあちゃんがやってきて、おやおや引っ越し会みたいな感じでやってきて、うちのばあちゃんの知り合いだったんだけど、まあなんだろう、すごいびっくりした今の部屋引っ越しめんどくさそうだな、物が散乱してるし、もっと言うと俺大学に 3D プリンター、渋沢の 3D プリンター置きっぱなしだから、持ってかないといけないんだよね。ちなみに私は大学で本当に何でもかんでも作るっていうのを目標にしてて、 3D プリンターまで作るっていうことしてたんで。知らないおばあさんに声かけられた。こんにちは。笑顔で挨拶をする。どこの子だい。大事だよ笑顔って。むすっとした顔で笑顔するのと、笑いながら、今結構僕笑いながら実況してるんだけど、笑いながら挨拶をするってね、ほんとね、なんか大事だなってちょっと思う。なんだろう、むすっとした顔っていうか、まあ真顔とか、なんだろうね、生意気だなって感じる。だからすごい笑いながらするのって好印象ではなっていう。チャラチャラした人でもちゃんと笑いながらちゃんと自己紹介したらすごい好印象を持てるなっていうのはあるし、この村には住んでいないです。夏休みなんでおばあちゃん家に遊びに来てるんですよ。あ、そういうこと。引っ越しじゃないのね、遊びに来てるのね。はい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 。あ、葉月さんとこのお孫さん、さすが小さい村、知られていた。そうです。おばあちゃんの知り合いですか。この村に住んでるさ、みんな知り合いみたいなもんさ。こんなところで何してるんだい。ちょっと森を見に来たんです。一回も見に来たことがなかったので。そういや、あれなんだよね。実家の方はさ、結構回覧板とかあるけどさ、こういうところ、僕、多分、まあ、あれがあれでああなってああみたいなことがあるからあれなんだろうけど、僕一人暮らしして、まあ福岡に住んでみたいな感じだから回覧板見ないんだよね多分。というのもうち部屋が何畳間だっけ、なんちゃらかんちゃらみたいな感じになってるから、部屋借りてる形だから、部屋から結構設備システムが結構厳重なところだからっていうのもあるんだけど、システムが頑丈だから何かしら誰かにピンポン来ても出ないんだよね、基本は。だって怖いし。
ちなみに私は毎日学校に行って毎日研究をして、みたいなことをしてます。ちなみに帰る時間はいつもめちゃくちゃ夜遅いです。そうなのかい、森の話は聞いたことがあるかい。はい、小さい頃から何度かあります。ハヤトのおじいちゃんが階段好きだったっけ。あんまり近寄らない方がいいよ。危ないからですか。そうだね、いろいろ悪い噂があるからね。でも階段は階段ですよ。本当に起きるなんて思えないですそうなんだけどね、今の社会は子供だけでは出歩くことに特にうるさいしね。はあ、村の人たちは、子供は自由に元気に駆け回る方がいいって人も多いんだけど、この森だけはどうも不気味でね。行方不明になった人もたくさんいるらしいからね。行方不明？それは初耳だった。一番最近のやつでは30年くらい前だったかね。こういうの神隠しっていうのかな。幼い子供が2人、森へ入っていってそれから帰ってこなかったらしいよ。30年くらい前。30年。まだ生まれる前の話か。逆に言えば30年も行方不明者が出ないってそんなに危なくないんじゃ。いやー、どうだかね。30年前に行方不明者が出てから子供たちには基本近寄らせないようにしてるっていう大人の配慮があったから、30年も行方不明者が出なかったっていうだけじゃないかな。だから逆にもし子供だけで行ってたら絶対30年以内に出てたよねみたいな感じじゃない。いや、村の人が厳しく目を光らそう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 、村の人が厳しく目を光らせてきたことの表れなんじゃないかな。そういうわけだから気をつけるんだよ。はい、ありがとうございます。笑顔でそう答えて手を振って見送った。改めて森を見る。普通の森だ。昼間だからって、こんなこと、ん？昼間だからってこともあるんだろうけど、やっぱり、特別不気味な森には見えなかった。いいじゃん。特別不気味な森？特別不気味な森、福岡あるじゃん。森じゃねえや。特別不気味な、めちゃくちゃ有名な心霊スポットあるじゃん。俺絶対行きたくないもん。親から、お前は行くんじゃねえ。変なもの連れてくるからって言われてるんだもん。お祓いされたからね、昔。どうしてそこまで怖がるんだろう。まあいいか。心の持ちようでどうにでも見えてしまう。そういうことにしておこう。一通り見て回ったし、今日はもう帰ることにした。帰ったら、ようにも探検のことを伝えないと。いや、誘わないべきなのかな。誘わないべきだとは思うよ。っていうか、行かないべきだとは思うよ。こういう危険なことはしないは大事だと思うよ。私が行こうって言えば絶対についてくるけど、大丈夫なんだろうか。最近はあれ関係で騒ぐことはなくなったし、とりあえず話をしてみよう。あれって何？ねえ、あれって何？早朝。私の目覚めは早い。昔からそうだった。寝つくまでの時間が短いし、起きるのも早い。ちなみに寝るまでの、時間が何分だっけ ?5 分 ?5 秒 ?5 分の人は気絶してるのと同じっていう話らしいね。僕はね、その場合と、長くかかる場合とはあるけど、基本長いかな。基本なんか寝るってなってから寝る人だからあれだけど、というのも今日に関してはね、今日起きたのが昼の2時半で、今日土曜日なんだけどね、昼の2時半に起きて、というのも前日まで卒論の設計だったりなんだったりでバタバタしてて、まだ終わってないし、でそれで寝たのが朝6時だったんだよね。朝6時に寝て、昼2時半に起きて、で、もう、飯も買いに行く元気がないから、もう出前を仕方ないから取って、
で飯食って、でまた寝たらもう夜8時経ってて、8時からなんかもう仕方ないから全然お風呂も入れてなかったしで、お風呂入って、で11時にコンビニ行って、おにぎりと冷凍グラタン買って食べるみたいな、そんな生活を送ってたから、正直ね、もうちょっとねいい生活を送りたいんだけど、ちゃんとした生活を送りたいんだけどね、全然体は元気だから、なんだか何々生かせられないのって。でツイッターにもあげたけど、やっぱ今年は動画も撮っていきたいなっていう、久しぶりに動画を再開していきたいなみたいな。今からでもいいから趣味を増やすっていうのは悪くないと思うんだよね。結局僕の趣味ってお金のかかる趣味、まあロボットだったりパソコンだったりっていう趣味があるんだけど、その趣味は結局お金かかるから、やっぱゲーム実況動画とかね、なんだろう、本当に継続できるような軽い面白い遊びだったりっていうのを継続して遊べればなみたいな、違う、趣味ができたらなみたいな感じだしね、最近になってよく思う。寝つく、逆に要は寝つくまでの時間がかかるけど、一度眠ってしまえばなかなか目覚めない。僕そういうタイプかな。今日は天気いいな。カーテンを開けて、天気を確認する。天気予報によると滞在期間中は晴れが続きということだった。じゃあ雨は降らないんだ。かわいい。いやー、甥っ子いるけどかわいいよ。うん。なんだろう、頭撫でてると、なんか幸せな気持ちになれるよ。なんだろう、これは個人的な考え方な、個人的なあれなんだけど、というか、内側からのイベントで小学生とかにロボットを教えますみたいな感じがあるんだけど、最近ちょっとびっくりしたのは、小学校でも結構英語だったりプログラムだったりするんやなみたいな、でも簡単な絵文字を並べるプログラムかなみたいなプログラム、レゴを教えるんだけど、そういうのしたりするんだけど、やっぱり小学生男子より小学生女の子の方が言うこと聞いてくれるから可愛いなっていう、それがあるよ。こっちの準備に対してちゃんと動いてくれる女の、ちゃんと動いてくれるのはやっぱ女の子だから、すごい操作っていうか教えやすいね、やりやすいなっていうのはあるかな、個人的に。だからなんだろう、すごい変態みたいだね。なんだろうね、やっぱ可愛がるよね女の子は。男の子はね、俺が男だからなのかは知らんけど、好印象みたいなのないよ、あんまし。おとなしい子とかはいるから、時々ね、こういろいろ誓ってできるみたいな感じで話を聞いたりね。小学生だったらね、もうなんか無口だったりそういうのは仕方ないなとか、全然可愛いなとか思えるからいいんだけど、男の子でもやっぱね、騒がしい子がね、その男の子に対してね、お前全然喋ってねえじゃん、俺がやるみたいな取り合いが始まるから、すごいやりにくいんだよね。なんだろう、俺別に教師じゃないけど疲れるんだよね、そういう物事を教えるっていうのは。だからまあなんだろう、たまに自分は物事を教えるの向いてないんだなとか、自分もやっぱ暴れてた人間だから、ああ先生こんな気持ちだったのかなとか思ったりね、いろいろ最近思うようになったよ。むにゃむにゃ。カーテンを開けたせいで用も目を覚ましたらしい。おはよう。おはよう。もう朝？まだ眠そうにしている。朝だよ。たまにはお布団で寝るのもいいよね。俺最近布団で寝てねえや、クッションの上で寝てる。そうだね。ふわ、毎年ここではあけびを借りて布団を、2枚並べて寝ている。俺布団の上に洗濯物全部乗せてるから、っていうのも結局着るんだったら畳む必要はねえじゃんみたいな考えに至って、結果的に俺布団の上がもう散乱してるから、布
布団の上で寝てないっていう。まあ、いい加減片付けるけどね。洗濯も全部片付けて、で、高校の頃からの、教科書とかも全部大学で使うのかなと思って持ってきたけど、一切使わなかったからね。半分ぐらいだって片付け、大学の資料な、入れるのに高校の資料を捨ててたから、参考文書とかね。こんなんなるんだったらもうおいっ子にあげればよかったとか思いながら。正直、まあ、高校の勉強はね、進学校だったから、必要最低限のことはやれないと、放課後残されて、英語だったら全部この単語を覚えるまで帰れませんみたいなのあったから、基本俺全部覚えちゃってたから、いいけど、すごい大変だったよ。勉強はだからしてた。俺そんなに怒られんかったもん。そんなにってか、最初の1年以外怒られんかったから。1年生の最初の頃に赤点3つ以上取った人は、先生に反省文を出しなさいみたいな感じだったんだけど、俺それが嫌で、でも大したことねえじゃん最初思ってたんだけど、なんだっけ、学長の先生っていうか総合の先生でいいのかな、学年の先生か、学年総合の先生かの先生が英語の結構もうねえすげえ怖い人だったからめっちゃ文句言われてて、お前はみたいな感じで言われてすごい嫌だったから、二度とそれは起こさまいと考えてなって、もう次のテスト以降では一回も赤点だけは取らないギリギリのラインを攻めてたんだよね。そんな困難でなんとかなってたけど、まあね、なんだろう、あれ俺何の話してたんだっけ、もう覚えてねえや。もういいや、次進もう。あ、そうそう、ベッドの話だ。あれなんでベッドの話からテストの話になってんだろう。まあなんだろうね、ベッドはだから寝れるようにしたらいいと思うよ。でもお腹が苦しい。ん？なんで？お腹が苦しい。布団、あー、そういうことか。硬いのか。あー、違う。たくさん食べさせてくれるんだ。はい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 。可愛がってくれるから、孫可愛いね。じゃあこれも食べさせてあげるよ、これもあげるよ、これもね、みたいな感じでたくさんくれるんだ。いいな。俺はね、一人暮らしになってからね、なんだろう、食う時と食わない時の波があって、大学の近くの飲食店だったら500円で死ぬほど食える店があるんだけど、たくさんね、そこで食ったりするけど、なんかもう外に出るのめんどくさいなってなった時は本当に何も食べないとこあるし、もっと言うと俺5月頃の時、お金が入るの日にち誤って、俺貯金0円で、あーこれ死ぬわってなってた頃だからお金がなくなって2日間何も食べなかったんだよね。水しか飲まないみたいなことがあって死にかけたからねそんなことがあるから、そんなことがあったりして、まあなんだろう、食べるときと食べないときの波が結構あるかな。大学ね、1年から1、2年、3年かなまでは結構いろんなものを食べたりしていろんな生活を送ってたからいいんだけど、やっぱ4年になるとね、その先のことを考え始めるから、全然ね、お金を最近かけてないんだよね。かけたわ、かけたけど飯にはかけなくなってきたね。かけたのは、まあ、硫酸買ったりとかいろいろあったからね。一番高い買い物はロボットかな。でもゲーム売ったりしてな、あと大会の賞金を並べてやっと買ったからね。ね、ちなみに名前を KXR、二足歩行ロボット KXR っていうロボットなんだけど、お値段約12万ぐらいです。10万ちょっとです。学生だったんで学割が効いて、なんとか買いましたって感じですね。まあね、このキットを買う、このセットを買うと高い。ただその後にまさかの5万、4万7000になるっていう、
イベントで安くなったっていう。ただ古いサーボで古いロボットのサーボになってるから、じゃあ新型のサーボじゃない方のサーボで売るから安くなってるっていうだけで、個人的にはそっちの方にも良かったかなと思ってるんだけど、というのも僕1ヶ月で壊したんだよね。まあ予備パーツがあったから修理は全ちゃんとしたんだけど、僕ずっとこうパワーで力合図パワーみたいな動かし方してたから、僕が作るモーションってロボットのパーツに負担かかってたんやなみたいな。樹脂パーツが砕けちゃった練習でね。そんなことがあったから、ちょっとね最近はもういろいろと作業って触ってないんだけど、まあそういうロボットの動画出しても面白いかなとか思ったり。やべえ40分経ってる。だって前回から全然進んでないよね。おばあちゃん張り切ってたもんね。昨日の晩ご飯はとんでもない量だった。予測はしてたから一日何も食べずに挑んだのに。お父さんも結構手伝ってくれたんだけどね。まあね、あれは無理がある。それでも乾杯だった。翼よう起きた。1階から呼び声がした。噂をすればおばあちゃんだ。覚悟決めるか。きっと朝食の用意ができたんだ。ハヤトくんが遊びに来たよ。あら、ハヤト。予想外の展開。ちなみに現在の時刻は8時7分。午前8時7分。来るの早っ。どんだけ張り切ってんだ。でもお腹が救われたのでよしとしよう。待たせてるよ。着替えてすぐ行く。動画編集してもいいな。お、かわいい。おはよう。ハヤトは外で待っていた。おはよう。青紫髪の女の子でいるのかな。静止髪とか言わないよね。知らない女の子と一緒に。この子が昨日言ってた協力者、どこかで会ってことあるような気がする。なんで制服、ちょっと早すぎた。いや、なかなかいいタイミングでしたよ。お腹が空かれたしね。でも食わないとあれじゃない、力出なくない。俺は朝、最近は授業ないから起きてないからあれだけど。じゃあよかった。にょうちゃんも来るんだよね。うん、もう来ると思う。あの子は朝弱いからキッズ準備に手間取ってる。その子は、ああ、ようちゃんが来てから、紹介するよ。怪しいな。なんか妙にもったいぶってるっていうか、かしこまってるというか。もしかして彼女とか？え、だとしたら制服おい、うわ、夏休みなんでわざわざ着てきてくるのかな。ちょっと引くな。ん、どうした、考え事？ないや、でも何でもないですし。噛んだ。慌てて噛んでるの受けるな。何でもないですし。今度から使わせてもらうよ。うざいな。初対面の人がいる前で恥ずかしすぎる。姿勢正そう。腰が痛い。こんな体勢。ガトーショコラ食ってもいいな。セブンで安売りしてたりするから、たまにお菓子とかは買う。というのも、ちょっとこうつまみながら物作ったりするのはちょっと好きかな。朝飯はやっぱりでも、なんだろう、何しようかな朝飯。明日はもう、なんだろう、日曜だから別に外に出る理由もないし、あれも。遊びに行く気もしないから、明日ももう飯炊いて親からシーチキン缶届いたから3缶ほど、それでいいかな。ん？なんか妙に、微妙に笑われた気がしたけど、表情は変わってないみたいだし気のせいかな。うん、気のせいだと信じたい。女の子っていうか、まあ、人を笑わせるのは得意です。ぼちぼち。
ぼちぼち得意です。それからしばらく3人で、微妙な空気のまま雑談をした。やっぱでも、あー、初対面の人は緊張するよね。遅いよ、かわいい、よかった。この空気を何とかしてください。おはよう、久しぶり。おはよう、大丈夫？うん、思ったより涼しいしね。あ、朝は涼しいよ、比較的。昼は死にそうなぐらい暑いよね。あ、ちなみに中国とかはね、4月頃はもう暑いです。めちゃくちゃ暑いです。俺は汗かきました。僕は汗をかいて、もう本当にタオルが手放せないみたいな状態になってました。まあ通訳さんとかいて結構楽しかったけどね。今年はね、卒論ばっかりで全然参加できてないから、正直なんだろう、行って手伝いたい気持ちはあるけど、手伝える気がしないからねっていうのがでかいね。だから一応伝えているんだけど、その今年は自分より他の人を優先して連れて行ってあげてくださいっていうのを優先してるね。正直そうでもしないと、そうでもしたいな、それをしたい、もうしたいなっていうのはね、決して2週間中国が辛いとかそういうのじゃなくて、確かに結構なんだろう、3日4日ならいいけど、2週間はすごい長かったなっていうイメージが強いし、あとね、去年行ってちょっとね、あれだったのが、後輩の面倒そんな見れてない状態で行っちゃったから、2週間ね、後輩が大会の前に泣きながらロボットの準備をしたって先輩から話聞いて、で大会中も他の大学の人に迷惑かけて、もう他の大学の人にもうね、みちみちやと面倒を見てもらってやったって話聞いて、もう知り合いだし、すごいしっかりしてくださいよインコさんみたいな感じで言われて、笑いながら言ってくれたけど、すごいごめんなさいって話して、だから今年はしっかり後輩の面倒を見たいっていうのもあって、下の代の面倒をしっかり見ないとなっていう思いも強いから、やっぱりちょっと中国は行きづらいなっていうのが強いね。まあ、一応社会人になってもロボットはします。本当にこんな実況動画で、実況と呼んでもいいか分かんないけど、こんな動画の中で宣言するけど、私、社会人になっても、ロボットはやります。というか2足やってないよ、私なんて私じゃないっていうのが最近言われることだし、銀子さん常に何かしらやってるよねって、まあ大学2年頃から暴れ始めたじゃんみたいなこと言われてるけど言われてね、そんな早く俺暴れ始めたっけみたいな話したけどね。だからなんだろう、すごいびっくりしたね、長えなみたいな感じで。まだ朝だからね、よしこれで全員揃ったことだし、よしこれで全員揃ったことだし、公園で、作戦会議ね、歩きながら自己紹介しよっか。しばらく歩いて、で自己紹介は、忘れてた、この子は、泉すみれさん。なんかいたね、こんな女の子も、すみれちゃんと、そばにいる女の子を、手で指し示した。なんで自分で自己紹介させないの？なあ、男の義務的な、彼氏の義務的な。怖い話が好きでこの村の噂を聞いて観光に来たんだって。あの森の、そうそう、そんな噂はどこで聞きつけてくるんだろう。まあネットの掲示板じゃない。あ、でもこの2013年か。俺の昔のパソコンのスペック覚えてない。 i7 だったの、 Windows7 だったの覚えてる。
あ、マイクラの、あの、核モッドで、あの、死ななかったっていうぐらいのスペックがあったのを覚えてる。その手の話が好きな人たちの間で有名なんだろうか。あ、でも昔の情報量的、昔はでも情報的なものは、なんだろう。結構詐欺とかが、なんだろう、ムカつくことはばっかりだったけど、それでも掲示板の話は信じれたりとかあったからね。俺は基本的にはあんまし話はしないし通じないしみたいな感じだけど、まあ話、まあ、なんだろう、ツイッターでコメントされたら返すぐらいのことはするけどね、しっかり。すみれちゃんは相変わらずどこか、遠くを眺めている。なんだ、ホラーゲームの企画とは関係ないんだ。そうだね、全く関係ない、ただの偶然。裏の人に階段を聞いて回ってたから俺も教えてあげたんだよ。え、それだけ？え、てかすげえ社交的じゃねえや。結構なんだろう、外回るってすごいよね。知らない人に話しかけるって結構緊張するよ。ロボット関係でも、あの、懇親会で話したりはするけど、それでもね、結構緊張するからね。彼女とかじゃなくて、俺たちもちょうど森行くとこなんだし、ついでだから一緒に行こうって。それだけ？彼女とかじゃなくて。うん、それだけ。うーん、なんだ、彼女じゃないのか。へえへえ。あ、ちなみに、翼と、ようちゃんのことは、ツバメか。ツバメとようちゃんのことはもう話してあるから。そっか、よろしくね。あれでも、彼女じゃないとしたら一つだけ疑問が残る。ん？あ、まあでもそれはいいか。触れてはいけない気がする。よろしくね。ようはまだ眠たげにしていた。よろしく。初めて口を開いた。見た目は大人びているけど、声は私相応というか、少し幼しさが残っていた。残月？残、ん？ちゃ、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 ちゃ。ごめん、なんでもない。ちなみに、ようちゃんとためにね。ほとんど発言しなかった二人が少し反応した。このちっこいのと、このちっこいのと、あんまり変わんないじゃん。かわいい。眠気が一気に吹っ飛んだようだった。どう見ても小学生だろ。あれ？この二人って、何歳なの？中学生ぐらい？中高生？この子らの年を超えてんだね。でも、パート1とかでの話をもう言うと俺もう犯罪じゃん。むきぇ、喧嘩になっていた。落ち着こうよ。相性がいいのやら悪いのやら、喧嘩するほど仲がいいっていうしね。放っておこう。もう女の子同士の喧嘩は怖いよね。怖いらしいよね。か、ロボット関係してるとあんまし話さないからね。公園に着くと、誰からともなく苔のベンチに腰掛けた。よし、それじゃあ作戦会議を始めます。ハヤトが仕切る。おう、とりあえず返事をする。てか、中3の頃に実況してたから、俺ようちゃんとか、あれか、ツバメちゃんとか、あれだね、名前読めてなかった。これやね、確か。おう、かわいい。よも真似して返事をする。スベリちゃんは相変わらずって言っても大したことないんだけどね。うんうん、とりあえずうなずく。うんうん、ようも真似してうなずく。スベリちゃんは相変わらず。とりあえず、ざっと説明するから質問とかはその後に。ふんふん。ふんふん。今夜、森へ行きます。森へ行ったことが親にバレるとまずいです。なので、森へ行っている1、2時間くらいの間、親たちをごまかす必要があります。今夜ちょうど、葉月家と、小崎家だっていうんですか。小崎家で、夕食を一緒に食べます。
ちなみに場所は葉月家です。なんで敬語なの？先生気取りなの？夕飯を食べ終えた後も大人たちはお酒を飲んで雑談、歓談してるはずです。あれかな、段間違えた。そこからこれを見て抜け出します。ここで重要なのが部屋で4人で遊んでくると言って抜け出すことです。こうすることによって部屋にいるんだなと思わせることができます。ちなみに4人というのはミー、マイブラザー、で、スワロー、リーフの4人です。なんで英語？私たちそうだね、私、兄弟、ツバメ、ヨウ、私たちの英語まで、名前までは英語で英訳されてます。何キャラなの？で、一体この人は何路線で行きたいの？そして弟だけ部屋に残し、あたかも部屋に4人いるような工作をしてもらいます。さらにここでそうすれば、なんだか眠くなってきた。もうハヤトの声は聞き取れない。ふとヨウの方を見るが、もうベンチのところには言えなかった。あれ、ヨウ？あ、いた。ブランコで遊んでいた。スメジャも、それに気づいたらしく、ヨウの方へ向かっていった。あの、何事もなく興味なさげに、なさげなスメリちゃんが興味を示した？何をするつもりなんだろう。珍しい行動なのでしばらく見て眺めてみる。ヨウもスメリちゃんが来ているのに気づいたみたいだ。この年になるとブランコで遊びきれんね。体力が。あ、まあ、体力あるからまだ。遊びほうけてるし。睨み合っている。なんだろう。子猫と子猫の、なんか縄張り争いみたいな感じかな。か、そんな可愛いもんかな。正直、意外と激しいけどね、あれは。あの、夜中何時とかに、その縄張り争い猫がやるんだけど、実家の方で。あのね、激しいんだよね。ギャーみたいな。もう外で、あ、ごめんね、この辺の薬飲んでる。もう、外で、めっちゃ激しいんだよね。めっちゃ激しいんだよ、まあ。あの、実際そんなこともないでしょうみたいな感じの人もいると思うけど、恐ろしいんだよね、そのガシャンガシャンガシャンみたいな。で、もうすげえ激しいから割と怖いんだよね。睨み合ってた。チビ突っかかっていった。ブランコとか小学生か。いやー、中学生でも遊ぶよ。高校生でもワンチャン遊ぶ頃は遊ぶって。何は、喧嘩が始まったので放っておくことにした。誰も聞いてないし。聞いてましたよ。要するに今晩9時にここに集合。うちの弟とスミレと一緒に来ている友人がうまくごまかしてくれる。最初からそう説明すればいい。バレるでしょう。うちの母親とかはね、遊んでたら部屋には来て、あの、おい、ケーキって言いに来るような親だから、ノックもせずに。あの、夜中遊びに行ってたら、高確率でバレるからね。ちなみに、ね、俺が夜中いない場合は、大抵、なんだろう、外に出てたりして、あの、普通に、なんだろう、散歩に行ってる時ですね。夜中とか散歩行くのは、まあ、軽い運動としてかな。これまでのこと話したりとか、いろいろすると楽しかったりするからね、その隣の子と。作戦を開始する。
公園までは歩いて10分くらいかかる。そっとだぞ。分かって。音を立てないように慎重に抜け出す。あ、ちなみに僕が本当に、僕多分真面目な方だとは思うよ、大学の中では。結構いろいろやった、やんちゃして遊んでる方、遊んでると思うけど、それでも中では十分真面目に、てか、まあ、実績だけ、実績が、大学の中の実績だけ見たら、もう、なんだろう、すごい方だと思うよ。なんだけど、その理由が、まあ、大学の費用とか生活費の一部も、親に出してもらって、それで遊んでばっかの生活はなんか嫌だなってなったからっていうのは一番の理由なんだけど、それがあって、ね、めちゃくちゃ頑張るようになったね。めちゃくちゃ頑張るようにしてる。で、まあその、うわぁ、すげぇ、1時間超えた。まあそれも、まあその話はまあ今度でいっか。出ようとしたとき、ようが玄関の隅を眺めていた。よう、いつものあれか。ごめん、大丈夫。ささやくように答えた。何事もなかったかのように、私たちは外へ出た。ようちゃんはあれ、なんだろう、霊感とか、なんかそういうのが体質的に強いタイプ？まあ、そうだね。ただちょっと気になるところですが、一旦ここで終了しましょう。よし、全員集まったねというところで一旦終了します。ちょっと1時間超えたんで。ね、もう時間を見たら分かる通り3時です体力的には全然まだあるんで大丈夫だけど、大丈夫だし、パソコンの容量も最近は何テラとか普通に買うようになったから、内臓に関してはもう何テラってあるから、3テラぐらいのやつを買ったりして動画保存用とか作ってるよね。それから整理とかするにはね、3テラね足りないからね。だからそれはあるから、まあ全然大丈夫です。てか、まあそういうのも次回に話していければなって思います。じゃあ次回のコーデも見ていただけたらすごい嬉しいです。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあ、次回も見てくれたら嬉しいです。あ、あとそうだね、動画チャンネル登録とかしてくれたら、まあ、僕のテンションが上がります。このポテンシャルもないですね、基本的には。なんかそんなぐらいですね。じゃあお疲れ様でした。じゃあねー。